この私が来た以上、すでに事件は解決したも同然。名探偵ヨハネの華麗な推理にひれ伏しなさい。どうかしら。お望みならいつでも暴いてあげるわよ。どうしてよ。確かに怪盗も魅力的ね。予告通りお宝を盗み出すなんてかっこいいもの。月夜の晩に現れて、アリ一匹通さないと言われた警備をかいくぐり、世界に一つのお宝を盗み出す。警察や探偵がどれだけ必死になっても、お宝が盗まれる瞬間どころか、私の影すら見ることができない。現場の喧騒を尻目に、何事もなかったかのように優雅に立ち去り、闇夜へと消えていく。実に魅力的な役だわ。私なら歴史に名を残す大怪盗を演じられるはずよ。決まってるじゃない。そんな大怪盗を捕まえられる名探偵はもっとかっこいいからよ。ただの探偵じゃ影すら見ることのできない大怪盗を推理の力で追い詰め捕まえちゃうなんて素敵でしょ。まさに私にこそふさわしい役柄よ。それに私、洞察力は鋭いんだから。疑うならあなたのことを当ててみせましょうか。気を楽にしなさい。どうせごまかしても全てこのヨハネに見透かされるんだから。あなた足首を怪我してるでしょう。さっきからごまかそうとしてるけど、歩くときに右足を少し引きずってるもの。このヨハネの目をごまかそうだなんて100年早いわ。まったく、無理に隠そうとして悪化したらどうするのよ。あなたに何かあったら困るんだからね。